皆さんおはようございます。斉良平です。いよいよ19日目、明日で5分の1が終わるか。まあなんとかやれてます。はい、ちゃんと走ってますよ。ただしね、ちょっとね、いろいろとね、イライラすることというかなんかあれがあって、ただちょっと今日久しぶりに今までいろいろあったこの先ちょっと映像の中でおって驚かされる妻の名言集みたいなのをちょっと上げていこうかと思いますけど、まあうちの妻ってすごい無口の人です。本当にどちらかというとですね、あんまりずっとペチャペチャ喋る子じゃないしっていうのあるけども、ポロッという言葉にねすごいうわって思うことがあって、まあ、それが何かって言ったら、まあ今ねちょうど息子がイヤイヤ期です。で娘が、反抗期みたいな感じで、朝から言うこと聞かねえわ、食べねえわ、準備しねえわ、お世話でこっちも仕事があるんじゃと思いながらやべやべやべ言ってたら、妻からもうなんかまあまあと、まあ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 、うん、まあまあと言われたんですけども、いやねってもう、まあ、このイヤイヤ期とかなんかっていうのがもう準備が遅い、朝の準備が遅い、こっちも送らなくちゃいけない仕事もあるのにみたいな時に、まあまあって言われた時に、いやさってもうこの期間俺もずっとね言わんで我慢して言わんかったんやけどさって、もう無理やわっつって、俺でもずっと我慢しとったんやけどって言った瞬間に、うちの妻がめちゃめちゃ笑顔で、あのねって、我慢っていうのはね、人に我慢って分かったら我慢じゃないんよって言ったんです。その瞬間に、あ、俺よりもっとイライラしてる人がいたと思って、すいませんって言いました皆さん覚えておいてください。我慢っていうのは人に分かっちゃうと我慢になりません。我慢する時もあると思いますけども、伝わるようなのはまだ未熟な人間だっていうことだと思います。なので、我慢じゃなく一流を目指して、今日も我慢って分からないようにして、我慢する時もあると思いますけども、周りの人に分からないようにして、やるのが一流だそうです。僕も一流の夫を目指そうと思います。夫であり父であるように、目指そうと思います、まあそんな感じです。今日皆さん、元気よくいってらっしゃい。お気をつけて。